だから床屋さん行くじゃないですか、仕上げに何かつけますかって言った時に、あのまあトニックぐらいって、トニックってもう油でも何でもなく、うん、そう確かにトニックは気持ちいいっすよね、ねぐらいだよね、うん、だからクリームもなかなかつけない、うん、あベタベタするし、ね、パリパリするのもね、なんか、ね、なんかね頭が重くなったような気がして、そうなんですか、うん、やだなと、なかなかハンドクリームつけないよね、僕らってね、あ、確かにつけない、いや、なかなかつけないよね、うん、愛用はオルナインし、あ、オルナインクリームとかね、はい、あと、あ、うん、青缶の、うん、あれですね、ビオレとか、なんかうちなんか多分もしかしたらその年代が多分あれだと思うんですけど、うちなんかのその年代だったらもう男子でも化粧する人も今増えてきて、あ、そっか、今化粧男子なんだ、化粧男子なんか、うん、なんか自分なんかのその世代ではなんかもう男性の人でも、うんうん、そのなんか化粧しないといけないみたいな、でなんかよかった僕しなくていいみたいな、そうなんかその何ですかね、あのナイツとかだったらやっぱり化粧、はい、男の人でも化粧しないといけないっていうところもあるらしいんですよ、ね、インスタ映えとかあるしね、そうです、そうなんだとか、まあその今の学生からでももう化粧してる人たちもいるし、はい、やっぱ肌のお手入れしてる人たちも、もう美容系が最近増えてきて、うんうん、その女性よりも綺麗なんですよね今、うん、それぐらいの美男子でイケメンを目指してる人たちとか、まあ、いろんな人たちがいるんです、そうか、なんかなんだろうな、なんだろう、うん、まあないな、うん、ちょっと時代が変わったなっていう、まあ、そうですね、まあ、今の時代はね、もういろんな個性がいるので、うん、本当に豊かだと思います、うん、まあでも何やっても怒られないってところがいいよね、そうですね、化粧系もやってる、あ、でね、だから顔洗う的なとか、はい、お題とか、はい、で僕はあの産業祭り、はい、鶴町産業祭りの地元石川であるんだけど、うん、この時にいつも買い占めするのがいくつかあるわけさ、はい、みかんだとかね、うん、これ買って全部あのお歳暮としてあおねじみたいな形で送らんといけないしとか、うん、でいくつか買うのが決まってて、毎年話するのはあの肥料だとかね、はい、1年分の肥料を買って庭に積んどこう、はい、でそうするとあの前の年買ったやつを翌年使うので、はい、新しい肥料じゃなくてちょっと置いた肥料になるから、うん、結構まろやかになって使いやすいとかね、はい、だから大きい火みたいにして置いてあったもんね、うん、とかあの昭和製紙さんの紙屋さんが来るので、はい、結構あの消費税分値引きしますよとか、うん、あの大量買いするので、はい、その時にあのペーパータオル、はい、結構売り切れてたんだけどまとめ買いしてあったのよ今年で、だいたい10月分ぐらいまで、はい、まず1年ちょっと足りないぐらいかなっていうぐらい分かってあったんで、うん、今すっごい勢いで減ってますけど、あの手洗うためにそのペーパータオル使ってて、あ、でもよかった買い占めておいてみたいになって、うん、でトイレットペーパーとかそのもうその時に全部買って置いてあるので、はい、あのペーパー類とかタオルとか置いとくといいな、特にあのペーパータオルは、はい、手洗いした後拭くのがタオルだったらさっき言ったようにそのタオルからすることあるから、うん、そうですね、うん、その台ありますね、うん、でね、あの、はい、こういうテーブルとか掃除するときに、はい、あの除菌用のアルコールで、はい、ペーパータオル自分が手を拭いたやつにポシュポシュってやってそれで拭けば、おそれ捨てれば、うん、終わりじゃないですか、うん、確かにそうですね、そっかそっか、うん、結構、うち、ん、はアルコールシート使ってるから、うん、うん、アルコールシートって十分だと思う、けどこれもあるからこっちの方が安いかもしれない、うん、そう、あ、そうですね、うん、しかもペーパータオルがあれば一石二鳥、ペーパータオルもあるし、そうです、ね、でマスクも僕が3つ持ってて、はい、あのうちの中用と、庭用と車に1つ、ほうで車に1つなのは外へ出かけるときに車から降りたらマスクして歩いてわーって歩いて帰ってきて、うん、車に帰ってくると置いとく、うん、でうちの庭歩き用のやつが玄関に置いといて、はい、でそこにもう1つ部屋の中用があって、その部屋の中用はちょっと喉がカサカサしてるなって時につけてるだけ、うん、あ、またもや、はい、コメントがありがとうございます、ありがとうございます、沖縄 T シャツパパさん、イヤーさんからのコメントで BB クリーム塗ってる男子いますね、え、BB クリームって何、BB クリームっていうのは沖縄の人にそれ言ったら 豚油かなんかって言われる、そうなんですか、そうなんですか、油のこと BB とか言わなかったでしたっけ、あ、古いな、はい、言うの、BB クリームっていうのはその化粧下地の次にそのファンデーションっていう、ちょっと待って、はい、ごめんよ、化粧下地って何、化粧下地っていうのはなんかそのクリームとか化粧水とか、クリームクリームクリームとか塗って、うん、その次になんかファンデーション
のファンデーションファンデーションっていうのはなんかその次にあの、うん、なんか色がついてるやつ肌色とかあの、はいはい、それが一応ファンデーションで、うん、それをなんか BB クリームとかもあったりとか、うん、あの昔ね内地行ってね渋滞してる電車に乗ると、はい、僕結構身長高いんで肩のあたりにファンデーションがつくわけです白いワイシャツ、はい、落ちないしなんか虹色みたいになってるよね、うん、あでまたあのコメントが来て簡単に毛穴を隠せるやつですねって書かれてるんですけど、うん、一応種類はいっぱいあるんですよ、毛穴隠せるのもあるしこのなんかあれ肌のワントーン上げたいとかできるし、うん、あのひょっとして、はい、これから必要なの俺じゃねあのね昔よりね毛穴をなんかあの大きくなってるような気がするでもこのやっぱり化粧する前にまずは美容をしなくちゃ、うん、ケアをしないといけないんですよ例えばまずケアねまずは多分、はいはい、やっぱりなんだろうその乾燥してくるので、うん、化粧水とあのゴジラ買ったよまあゴジラねでは好きでは、はい、では足りないんですよえ足りないのこれあこれだけじゃなくてじゃないあのリハさん自身でもその化粧水と、うん、あ乳液と美容液ですねゴジラうんまあ見えた見えてるか50だとは見えないかもしれない50そうですねまずはまあ美容液、うん、あすみません、うん、まずはあと化粧水乳液美容液、はい、であと毎日 の, あの美容パックすげえちょっと待ってそんなにいっぱい美容パックって素肌にするんじゃないのそうですねあの顔にパックするパックするじゃんそれであの、まあ、オールインワンとかも入ってるし、まあ、オリオオールインワンって言ってあびっくりしたオリオンビールでも飲むのかと思ったじゃないですじゃないです、はいはいまあ、それを、うん、あの毎日続けるとやっぱ肌は綺麗になっていくんですよパックしたことないなあの鼻パックってのある鼻パックありますねあ鼻パックは鼻パックはあるけど、ねうん、ただやっぱり美容パックは毎日毎日やらないとね目に、蒸気が出てくるのを時々って年に3回か4回するぐらいかな、うん、あれパックなのかなパックでもないなでもあれやるとこう寝やすいよねっていうぐらいのアイマスクですかアイマスク前や、はい、あの加湿、ね、蒸気で加湿する、うん、なんかあなんかあ目がいいやつです、ね、疲れが取れるやついいな